られるなら、果たしてそなたはどう生きる。空腹も老いも痛みも、誰をなくす悲しみもなく、好きなだけ寝て遊び三昧憧れか。叶えたくば行くがよい。意外な答えがそこにあろうぞ。いざ蓮と共に、遥か古火の鳥の国へ。人と人、その狭間、なぜそこにしか愛は、夢は生まれぬ。天と地、光と影、すべてついなるがまことなら、死のない世界に生などあろうや。さあ答えよ蓮。
合してください。それでは英語を広め隊の皆さん、ステージへどうぞ。